だこれもいくつか何枚、いくつか、これもいくつか撮ったから、はい、ちょっと続いて見てもらいたいです。はい。じゃあ次、どうぞ。はい、あ、ほら、これ、これはまあ正面からのね、写真ですけど、はい、もうもはやね、これ埋まっちゃってんのよ。上の方だけまだ空洞があって流れてるのかもしれない。そう考えると、今思ったんだけどね、中の土があるでしょ。で、パイプが割れちゃったんだよ。パイプが割れちゃって、ひび貝が割れちゃって、じゃあそこからパイプの前の砂が流れちゃったんじゃない。で、こっからこれパイプにさ、土を埋めるやつは、まあ、いるかもしれないけど、いたずらで。そういうことはしないわけじゃない。そうすると、砂がどん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 、流れてきて、で、流れてきたら、その割れちゃったところから、パイプから水が出ないから、周りからもこう出てるっていう、そういう、いわゆる、見えない中の状況まで想像するよね。そんだけ、中で何かがあった。探検はもうできない、埋まっちゃってから落石注意ですよ、これはいけないから。だからそういうことがこの1枚見ただけでもちょっと分かるかなっていうのが、うん、でも軍録的にはそんなにモコモコしてないから、歴史としてはそんなに古くはないかもしれないね。でももしかしたら水があった時にはもう流されちゃったのかもしれないし、逆にこういう埋めたことによって、うん、住めるようになったってことなんですね。そういうことよ。そういうことだからね。まあパイプは割れなかったに越したことはないよ。でももし割れてなかったらどんどん水が流れてて、でも多分割れたと思ったとしたら、ここに穴が、砂が詰まってしまったからこういうふうに苔がいるっていうことではある。毎日が苔散歩じゃないけど、歩くときは見てるし、うん、それはつい見ちゃうかな。うん、苔好きあるあるなんだけど、そうやって止まってそういうとこ見てるじゃない、はい、でまあ今のその排水溝とかじゃなくて、その苔の洞窟とかだったらまだ目線だから、こうやって普通にこうやって見てられるわけ、こうやって、はいはいはい。でも苔下にある時なんかもうさ、まあ、膝はつかないよ。でこういうふうにこう見るわけよ。で、まあ、手はつくときがあるじゃない。で、カメラでこうやって写真撮ったりしてるときって、やっぱ通る人とかが、なんか落とされましたかと聞かれると、あ、大丈夫ですって。チャンネルを始めまして、もうかれこれもう30本ぐらい、作り始めて、もうねやってることが楽しくて盛り上がってやってきてます、でありがたいことに徐々に人が増えてって、登録者数の方も増えてってくれて、再生も増えてます。でまずはでもね1000人は行きたいですね。そんなから、みんなに楽しんでもらって、いろんなコーナーをやってきたと思ってますんで、これからもね、やめろと言われてもやり続けます。で、もっともっとね、面白い企画とかどんどん考えてますんで、だけども皆さんの方でもこんなの見てみたいとか、リクエストとかいろんなコメントとか質問とかあったら、どしどしね、それに対しても苔のように地道に柔軟にいろんなところまでやっていきたいと思いますので、僕が楽しんでる姿を、やってるなまたあいつっていう感じで見ていただけたら嬉しいと思いますので、これからもよろしくお願いします。